この番組はホンダカーズ三木田、鈴鹿未来、日商、ものづくりの情熱を技術で支えるベステックス共栄の提供でお送りします。背番号25番リンです。背番号2番ナナです。今月から言語が変わりました。せーの、令和。令和でしょ。令和でしょ。令和でしょ。え、どうしなの。まあいっか、そのうち決まるでしょ。ところで平成の思い出なんかある？私は平成6年生まれ。私は平成7年生まれ。ちなみにロンさんは平成元年生まれ。ということでバイオレットは全員平成生まれ。違うよ、新加入のまゆさんは昭和生まれだから。ま、まゆさん見てないと思うから大丈夫でしょ。知らないよ、まゆさん来月のゲストだからね。やばっ。まあ、気を取り直して今月も元気に行ってみよう。スーパーゲストトーク。イエーイ。背番号27番カズです。愛知県出身、中京大学から来ました。ハンドボールは小学4年生の頃からしてます。おお。背番号4番デンです。トーマスに似てるって言われてます。ポッポー。広島県出身、向川自治大学短期大学部から来ました。高校からハンドボールしています。ポッポー。ということで今回はピッチピチの新人に来てもらいました。イエーイ。ピチピチって言うけど何歳なの？22歳です。20歳です。若い。20歳って平成何年生まれ？平成10年です。どこまでも突っ走るよ。ポッポー。自己アピールタイム。イエーイ。はい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 。わー、めっちゃ来るやん。言ってみ。このがたいとやっぱりほっぺが魅力でけん。カズのアピールポイントは何？アピールポイントがなくて困ってるんですよ。そんなことないでしょ。じゃあファンの皆さんに探してもらおうか。皆さん、私の魅力を探してください。こちらまで。それでは今シーズンの抱負を教えてください。まずカズから。同期のキャラが濃すぎるので埋もれないように頑張ります。次は点。絶対キャッチ、シュートまで。何それ。私ポストなんで。おー。以上、スーパーゲストトークでした。ポッポー。働くハンドボールガール、細井瑞希です。日本ケアシステムという会社で働いています。熊崎和美です。瑞希さんと同じ職場で働いています。新入社員なので一生懸命仕事を覚えているところです。車椅子や歩行器などの福祉用具をレンタルしたり、販売したり、住宅改修などを行っている会社です。利用者さんのお家へ お邪魔して福祉用具の点検をすることが主な仕事です。直接利用者様とお会いする仕事なので、楽しくお話をしたりしてコミュニケーションをとっています。とにかく元気に明るく笑顔でお話しすることを意識しています。とてもいい環境で働かせてもらっているので、仕事にもハンドボールにもしっかりと打ち込めています。職場の人がたくさん応援に来てくれるので、とっても力になってます。僕もですね、サッカーをやっておりまして、働きながら競技をしている選手を応援したいと思っております。三重バイオレットアイリスさんを通して、当社のことを地域の方に知っていただければ幸いです。
弊社もコミュニケーションとチームワークを大切にしている会社です。チームの一員としてコミュニケーション能力アップを目指していただきたいと思います。せーの、スーパーバイオレットソール。仕事もハンドボールも全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。ピックアッププレイヤー背番号19万谷唯、三重県四日市出身、1989年生まれの29歳。小学生の時に兄の影響でハンドボールを始める。ハンドボール歴23年、西笹川中学から余郷高校に進み、余郷高校ではインターハイ初出場を果たす。天理大学を経て2011年3月、三重バイオレットアイリスに入団。今季入団8年目、生え抜き選手としてはチーム一のフル株である。ポジションはライトバック。豪快なステップシュートが持ち味。それでは馬車選手に聞いてみましょう。ロン選手の魅力はどんなところですか？迫力満点のステップシュートです。もう見ててスカッとします。なるほど、素晴らしいですね。昨シーズンは通算54得点を記録。勝敗を左右する局面で勝負強さが一番の魅力で、苦しい場面や重要な試合を決定づける場面でのゴールが多い。昨シーズン23戦目で日本リーグ通算300ゴールを達成した。ゴールを決めた後の力強いガッツポーズと、苦しい場面でチームメイトを鼓舞する姿が勇ましく、多くのファンを魅了する。ディフェンスでは守備の要となる3枚目を守り、原望選手と2人でチームの守備を支えている。ロン選手にとってハンドボールとは何ですか？たくさんの人との出会いをくれたかけがえのないスポーツです。素敵なコメントありがとうございました。今季は初めてキャプテンを務める万谷選手。日本一を取るためには絶対に欠かせない選手の一人であり、三重・常若国体では地元出身選手として大活躍が期待される。今季は万谷キャプテンのリーダーシップに注目だ。ということで、令和元年最初の放送バッチリだったね。ね、令和は何が起こるかな。令和はバイオレットが日本一ねということで、令和元年最初の放送バッチリだったね。ね、令和は何が起こるかな。ね、絶対令和はバイオレットが日本一取るよ。ね、ここでプレゼントのお知らせです。今月は新人3名のサイン入り T シャツを1名様に、クリアファイルを5名様にプレゼントします。ご応募はこちらまで。待ってます。ということでそれではだそれでは皆さん、せーの、バイバイレッド。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見